皆さんこんこにちは青山学院大学経営学部長の久保田幸彦と申します。今日はこの動画を通じて皆さんに青山学院大学経営学部について分かりやすく説明をしていきます。はじめに青山学院大学経営学部ってどんなところか簡単にお話ししましょう。経営学部はその名の通り経営英語で言えばマネジメントを学ぶ学部です。ただし 企業の運営ばかりを学ぶわけではありません現代の社会ではマネジメントの考え方がいろいろなところで求められています企業はもちろんスポーツチーム美術館病院自治体あるいはアーティストのような個人にもマネジメントの考え方が必要です例えば音楽を例に考えてみましょうせっかく素晴らしい楽曲やパフォーマンスがあったとしても しっかりマネジメントできていなければ活動資金が底をついてしまったり誰の目にも止まらず理解されなかったりします実は経営つまりマネジメントというのは私たちが社会で活動していくために欠かせない大切な考え方の一つですですから経営学部は最も幅広く社会と直接関わり合える学部だと言えるでしょう 続いて経営学学科科とマーケティング学科についてお話しします青山学院大学の経営学部には企業の視点で考える経営学科と消費者の視点で考えるマーケティング学科という2つの学科があります経営学科では経営のプロフェッショナルとして活用するのに必要となる理論と実践について幅広く学びます マーケティング学科ではマーケティングの基礎理論をしっかり学ぶとともに人々の幸福な生活の在り方についても考えていきます青山学院大学経営学部の特徴は経営学科とマーケティング学科という2つの学科が完全に分かれていないなことです。経営学科とマーケティング学科にはそれぞれ専門の先生が揃っていますが経営学科の学生は マーケティング学科の授業を受けることができますし反対にマーケティング学科の学生も経営学科の授業を受けることができますこうして幅広い観点から専門的な知識を身につけ合えるフレキシブルなカリキュラムも青山学院大学経営学部の大きな魅力です経営学部で学べる領域についてお話ししましょう青山学院大学経営学部では経営・ 会計マーケティングという3つの領域を学ぶことができます経営領域ではまず経営学の基本的な考え方についてじっくりと学びますさらに組織の構造や人々のモチベーションについて学ぶ組織論幅広い視野から先を見て考える経営戦略データ分析や AI 技術の活用について学ぶデータサイエンス 歴史を振り返り優れた経営の秘訣を探る経営史さまざまなテーマについて理解を深めていきます会計領域ではまず経営の状況を把握する簿記について学びます次に財務会計と管理会計について学びます財務会計というのは企業の外部の人たちに会計情報を報告するためのものであり 管理会計というのは企業の内部の人たちが会計情報を利用するためのものですその他にも会社の税金の計算法を扱う税務会計会計情報が正しいかを確認するための監査など幅広い方向から会計の知識を深めていきますマーケティング領域ではもちろんまずマーケティングをしっかり学びますマーケティングの授業では、 自分たちの製品やサービスがどのようにしたら魅力的になり人気が高まるかについて分かりやすくまだいます。また消費者行動という授業では消費者の心理や行動について深く学びます。その他広告コミュニケーションという授業では広告イベントプロモーションあるいは口コミの仕組みについてもまだいます。さらに流通についても知識を深めます。 経営会計マーケティングはいずれも企業のマネジメントのために欠かすことができない大切な領域ですしかしとても広範囲にわたっていますから全ての理論や知識を独学で身につけるのは容易ではありませんトップクラスの研究者から基礎から体系的に経営学を学べるのは青山学院大学経営学部の魅力の一つです 実際大学時代に経営学を学ばなかった30代あるいは40代の社会人の中にはいわゆる社会人大学院ににに通い、いい土日に経営学を身につけようとしている人もたくさんいます。大学でしっかり経営学を学んでおくことで皆さんが社会で活躍するとき、一歩リードする力を身につけられるでしょう。 経営学部で学ぶと卒業後にどんなフィールドで活躍できるのでしょうか世の中にはいろいろな業種や業界があります身近なところでは化粧品食品洋服雑貨電気製品あるいは自動車などを使っているメーカー世界の様々な国や地域でビジネスを展開する商社 エアラインやコンサルティングのようなサービス SNS やネットショッピングをはじめ時代の花形といえる IT ビジネスそして銀行や保険会社のような金融業経営学部で学んだ知識はどのような業界でもオールマイティに活用できます経営学部の卒業生は活躍の範囲に制限がありませんななぜなら 社会で必要とされる知識を基礎からしっかりと体系的に学べるからです青山学院大学系学部は皆さんの可能性を狭めない学部です最後に SBSL のことをお話ししましょう青山学院大学系学部を語るときに忘れてはならないのが SBSL です SBSL は 経営学部の学生によって構成されるボランティア団体です普通の部活やサークルとは違い経営学部の先生方つまり教授から直接指導を受けながらさまざまな活動をしています例えばオープンキャンパス皆さんも青山学院大学経営学部のオープンキャンパスにいらっしゃるとちょっとびっくりされるかもしれません経営学部のオープンキャンパスはその多くの部分が SBSL の学生たちによって運営されているからです大学生が自分たちで企画し自分たちで運営するオープンキャンパスなんてなかなかないと思いますそれから計学部の一年生が一番初めに出会うのも SBSL のメンバーです SBSL の学生たちは皆さんが大学に馴染み素晴らしいキャンパスライフを送れるよう入学式の前の日に フレンンンドシップミーティングといいうう。イベントをを企画しししし運営しててまます。少し写真を見てみましょう皆さんが青山キャンパスに来ると SBSL の先輩たちが迎えてくれます最初に SBSL の先輩からお祝いの言葉があり一日の説明がなされますそしてチームに分かれて楽しいグループワーク夕方には1年生全員でパーティー 写真の真ん中に写っているのは私です。計学部の1年生は、この先輩たちによる楽しいイベントによって、入学式当日には既にたくさんの友達ができています。企画から運営まで、すべてこの SBSL のメンバーが自分たちで行っています。どうでしょう。この動画をご覧になって、青山学院大学計学部の魅力がきっとお分かりになったと思います。 そして、経営学部での学生生活が他では決して味わうことができない、充実した4年間であることも分かったと思います。この動画をご覧になっている皆さんと、次は青山キャンパスでお会いできることを楽しみにしています。